らやだ、また瓶が入ってる。缶も。おはようございます。おはようございます。最近多いわね。こんな捨て方するの絶対あの外国人ですって。やっぱりそうかしら。困るわね。その家族が越してきたのは今からちょうど2ヶ月前のことでした。我得赶紧准备菜呀。对了，猪肉和菜马上就要没了，我得赶紧去订货了。那我明天给他打电话，让他中午给他送来呀。是啊。那あの家の音どうにかならないかしら。イライラしちゃう。これだから外国人は。もう一体何時だと思ってるのかしら。日本の常識ってものが通じないのかもしれないな。早苗さんのところはどう？私の部屋は真下ですからね。もうそりゃうるさいですよ。でも何か言って逆恨みされたら嫌だし。そうよね。外国人って何考えてるかわからないし怖いもんね。だから今度大家さんに相談しようと思ってるんです。白木さんも一緒に行ってもらえませんか？いいわね。相談してみましょうか。お願いします。一緒に。それはご迷惑をおかけしました。日本人の方でもうるさい方いらっしゃるんですけど、外国人だと特に目立ってしまって。私たちが我慢するしかないんでしょうか？いえ、張さんご夫妻には私からしっかり注意しておきますので安心してください。あまり大げさにしないでくださいね。そうそう、それとなく遠回しに行ってもらえればいいので。文化の違いがあるんですから、外国人にはストレートに言わないと理解できないし伝わりませんよ。そうなんですか。こういう時はこちらの主張をきちんと伝え、その上で歩み寄る必要があるんです。任せてください。あ、こんにちは。あ、どうも。あ、この家から出る音に近所の方が迷惑をしてます。ですから夜はできるだけ窓をぴったり閉めて音を漏らさないようにしてください。話し声もボリュームを下げて、洗濯は夜9時までに済ませてください。音のことは気をつけます。でもうちは料理屋なので、朝早いし帰りも遅いし、洗濯を夜9時まで済ませる無理なんですよ。夜洗濯できないと困ります。そうですか。ではどうでしょう、張さんにもご事情があるようですし、洗濯の時間についてはアパートの他の住人とも相談して決めるというのはいかがですか？もちろんそういうことでしたらね。ええ、私たちだって迷惑かけることもあるし、お互い様ですから。どうもありがとう。助かります。こんにちは。あ、こんにちは。いってらっしゃい。大家さんのことがきっかけで私たちは張さん夫妻と親しくなりました。今日はお茶に招待してもらいました。上手ね。僕今度試合に出るんだ。すごい。はい、頑張って。息子さん可愛いですね。日本語もとっても上手。
友達と話していると上達が早いみたい。今は私より上手いです。外国人お断りのアバド多いけれども、ここの親さんは違います。皆さんもいい人で、私たちラッキーですよ。これからも仲良くしてください。もちろんです。こちらこそよろしくお願いします。ゴミの分別表？それは役所に行ってもらいました。日本に来てすぐの頃はゴミを分けることを知らなくて、近所の人に叱られました。ゴミの分け方すごく難しいです。そうでしょうね。地域によって違いますし、日本人だってよく分かってない人いると思いますよ。でも今はそれを見てちゃんとルールを守っています。努力しています。おはようございます。あ、早苗さん、おはようございます。千秋さん、この前のゴミの犯人分かりましたよ。え、誰でした？近所では見かけない人でした。ちょっと、これここに捨てたらダメなんですよ。ボーンと放り投げて注意したら慌てて逃げていったんですよ。もう頭きちゃう。そうだったの。長さんたちを疑ったりして申し訳なかったわ。へえ、外国人ってだけで偏見を持ってたんですよね、私たち。言葉も通じないし怖いって思い込んでいたけれど、話してみたら気さくなご家族で、この間はすごく楽しかったわよね。付き合ってみないとお互いのことなんてわからないってことですよね。そうだ、今度はうちに長さんたちをご招待しようかしら。それいいですね。ご近所でできる国際交流、私も呼んでください。もちろん。おはようございます。おはようございます。今日もいい天気ですね。行ってらっしゃい。行ってきます。はい。お互い背を向けていては決して分かり合えない。率直に言葉をかければ必ず心を通わせることができる。地域で共に生き、暮らす仲間として触れ合うことの大切さを私は知ったのでした。